これは。メイ、おかえりなさい。この音は何なの？何？私が綺麗だって褒めてくれてるの？嬉しいけど何度も言わなくても大丈夫よ。だからこの音は何だって聞いてるの。あら、もうこんなに積極的になったのね、メイ。この音はビルビーの仕業よ。ここに彼女の臨時工房があってね、かなり前から狭いとか思い切った動きが取れないとか言って封鎖してたんだけど、何か思いついたからか急に中に入ってったのよね。ビルビー、それって私に何か影響を与えたりするの？それは彼女の行動次第よ。メイも気づいてるでしょ？彼女はどんなキャラを演じてても他人を驚かすようなことばかり考えてる。楽園をめちゃくちゃにしたことだってあったわ。でも彼女本人に確認した方がいいと思うわよ。クラインのような柔らかい見た目なら話は別だけど、私は機械に興味はないの。キャラ？ビルビーの体内には一体どれほどの人の精神が共存してるの？楽園に現れるまでにかかった時間は他の英傑よりもずっと長かったわよね。精神共存？メイ、何の話をしてるの？わかったわ。ビルビー言ったらまた大げさに話したのね。まさか信じたわけじゃないでしょ？え？まあそうよね。彼女が最初にヒヨオーガに報告した時は自称珍しいタイプの精神感知型で他人の思考を自身の体内に拘束できるって言ってたわ。ヒヨオーガはその言葉を信じて長い間研究してたけど、最後に事実が明らかになった時、切れたメビウスは机を何個も壊してたわ。実はね、ビルビーの能力はとてもシンプルなのよ。彼女は自身の思考を分割することで、それぞれの独立を可能にしているの。多重人格とすら呼べないわ。でもビルビーは同じ種類の知識を一緒の領域に置くようにしてる。だからメイは彼女の言葉を信じちゃったのよね。やっぱり会ったばかりの英傑に対しては疑う姿勢を貫いた方が良さそうね。別に大したことはないわ。ある意味で確かに彼女を彼女たちとして考えてもいいから、私もたまに羨ましいと思う時があるのよ。彼女たちが自由に交流できるかどうかはわからないけど、永遠に寂しさを感じずに済むでしょ。もう私も寂しいと感じたことはないけど。ここまで大掛かりとは。今度は何を作ろうとしてるのかな。おや、どうやら私はお客さんと縁があるみたいだね。でも今日は休園だよ。前にも言ったけど、ショートやらに興味はないわ。ここがなぜ解放されたか見に来ただけだから。はあ、そういうことね。適当に見て回っていいよ。ここは一応私の工房。私はあまり興味がないけど、多くの名作がここで誕生したことは確かだよ。現実での構造が完全に一致するなんて、この古の楽園では結構珍しいでしょ。どうやら
今後の私はここに来る回数が増えるようだね。また目覚めて妙な肩こりを感じることになるのか。これらのアンティークパーツはさておき、前回は慌ただしかったからまだインタビューしていなかったよね。古の楽園が完成してから二人目かな。すべての刻印に触れたものとして何か感想はない？すべての刻印？何か勘違いしてるんじゃないかしら。まだできてないけど。そんなはずがないよ。私はわざと自分を大鳥にしたんだから、もし違うなら。ああ、わかった。アポニアだね。まだ戒律を受けてないの？ええ。でももう別の形で彼女に会ったわ。おめでとう。それはいいことだよ。もう会ったならそれで十分。戒律の刻印を獲得する前に、早く逃げた方がいいよ。刻印をそんな風に煙たげに話す人は初めて見たわ。本当？無限の刻印をいいものだと思ってる？それもそうね。こう話そう。私個人の基準から見て、アポニアは絶対に善人だよ。でもね、善意が善果をもたらすとは限らない。彼女がもたらす、そういう演劇効果は、私でも時間をかけないと相手にできないくらいだからね。それは、戒律の刻印と何の関係があるの？それとも、今までの経験からして、それは現実と同じく、誰かに押し付けると反抗できなくなる、ある種の暗示なの。わからないよ。アポニアの刻印を手にした人があまりにも少ないんだ。でも、君は戒律をよく知ってるんだね。知ってるなら、用心して損はないから。崩壊に対抗するという希望を永遠に諦めない。という戒律さえ、知らず知らずのうちに、女の子を死に至るまで追い詰めたんだから。簡単な概念がどう発展するかは、誰も知らない。ん？ここはまたオープンしたの？あ、どのビルビーの姉ちゃん？多分君の探してる方じゃないよ。どうしたの、パルド？またか。ずっと探してたのに。じゃあ、伝言を頼んでもいい？彼女の欲しいものを見つけたから、いつもの場所に置いたって。まさか、支払いたくないから出てこないとかじゃないよね。おや、そんなことないよ。心配しないで、パルド。交流はかなり難しいけど、伝えてみるから。ならいいや、任せたよ。終わったらそのまま桜の姉ちゃんに直接渡していいから。代行はしないでおくよ。うん、わかった。そう伝えておくよ。今のは、どういうこと？他の私と何か取引してるようだね。私もよくわからないけど。何をしに来たんだ、リツシャ。何でもないわ。ただあなたを見てふと思い出しただけよ。火を追うがに入る前にあなたがどう生きてきたのか話したことはなかったはずよね。あの黄昏の町という場所で。黙れ。その話をした奴は死ぬ。もしすでに色々知っていると言ったら。それに別にあなたの過去を探ろうとしてるわけじゃない。そこにいたもう一人の英傑が気になるだけよ。あの猫がは。パルドじゃないわ。アポニアよ。へえ。あいつと戦うのか。メビウスと戦った時のように。正確に言うと、彼女が自ら接触してきて
私にとってかなり危険なシグナルを出したのよ。なら答えろ、リツシャ。お前には戒律があるのか。戒律の本質が何なのかはまだわからないけど、今までの理解をもとにして考えると、おそらくまだないと思うわ。ああ、いいぞ。聞きたいことがあるならさっさと聞け。俺が後悔する前に。お前があいつの澄ました顔を地面に叩きつけ、誰もが羨む両手を折ってくれると言うなら、俺が自ら協力してやっても構わないぞ。まだそこまでしてもらう必要はないわ。彼女がどんな人か知りたいだけよ。一人よがりで、いつも平然とした顔をして、死んで当然な奴だ。もっとわかりやすく言ってもらえる？例えば、運び屋とか。そんなことが何の役に立つ？療養所のスタッフだろ。嫌な奴だ。あいつがどうしても、こっそりと崩壊病に感染した奴らを収容したいとか言い出さなかったら、俺も、二度目の。落ち着いて。俺の戒律を解け！この手でアポニアを粉々にしてやる。あいつに、己の愚かさを存分に思い知らせてやる。また普通に話せなくなったわね。けど、サクラの話と合わせると、あの感染者たちを収容したのは、アポニア本人だったのかしら。おや？雷電家のお嬢様。さあ、私に乞うといい。何を？死なないでとか言った方がいいの？そんな冗談、どこで覚えたんだ？お前が興味を持ちそうな噂を手に入れたぞ。桜の妹のことを覚えてるか？彼女が命を落とした原因は、私たちが考えたこともない。これは、また。おい、ライデン・メイ！どうかしたのか？おい！おいで、メイ。動くときは、なるべく静かにしてください。私の中に蓄えられた存在は、みんなが友好的なわけではないから。また私に会いに来てくれたの、メイ。アポニア、今回はペンダントを持っていないはずなのに。つまりあなたは最初から自分の意思でいつでも私をここに呼ぶことができたのね。それは誤解だよ、メイ。あのペンダントは己の使命を果たしたまで。それがあったおかげで私たちはこうしてつながることができた。前よりも意識がはっきりしているようだ。徐々にここに慣れてきたでしょ。確かに自分の思考と言葉をコントロールできるようになってる。アポニア、戒律の目。やっと今のようにあなたと会話することができるのね。少し前のメイの方が親しみやすくて、私が世話していた子供たちのように感じるけど、
それは遠慮するわ。あなたに関することを少し聞いたんだけど、あなたに対する戦後の憎しみは尋常じゃないよね。彼だけではないでしょう。おそらく私を憎まない人は10人に1人という言葉も大げさになるかもしれない。他人の両手を縛ってきた、そんな日が来るのも当たり前。それに千号はもともと獣のような存在だし、彼より牢獄が嫌いな人はいないでしょう。それでもあなたはそうした。メイ、あなたは動物園に行ったことがあるよね。多くの檻は外で干渉する人間たちを守るためではなく、動物自身を守るためにあるの。ああ、もう少し近くに来てください。黄昏の街のことも知っていたの？一部見えただけ。怖がらないでください。少なくとも私の同意を得てからそうしてほしいんだけど。メイ、あなたが私の過去を調べた時も同意を求めなかったでしょ。その二者の間に本当に違いはあるの？あなたを責めているわけではないの。私に興味を持ってくれているんだもの。あなたには本質に触れることをもっと知ってほしい。残念だけど、自分に対する判断の多くは歪みが出てしまう。誤導がないように私は口を挟まないでおく。それにメイはまだ私を信用していない。そうでしょ。さあ、ここを出る前にもう一度メイの襟を直してあげましょう。面会の時間はもうすぐ終わってしまう。ここを出る？いや、待って。